はい、どうもおはようございます。ニワトリです。今日はクッキーランキングダムの5月28日のアップデート後の様子を見ていこうと思います。今回の主な目玉な内容は3種類ですかね。新クッキーが追加と宝物3種が追加と、あと今回のアップデートで一番おそらく大きいものとなるシュガーノーム研究所。前の動画でここのね、気球の右にいるシュガーノームっていうのは一体何をしてるんだろう、なんか設計図みたいなの作ってるねってことなんですけど、まあ、それが実装されまして、それがシュガーノーム研究所っていうやつなんですけど、それがなかなか効果がね素晴らしいということで、軽くね今回のアップデート内容を見ていこうかなと思います。そうね、まあもともと実装されていたカオスの塔が90階から150階まで行けるようになりましたよってことですね。まあここに関してはそうですね、まあ、僕はまだ76階 で鍵もこんな値段あんまりないような状態で、そんなにここは待ち遠しい感じではなかったんですけど、というか最終的に150階までたどり着けるのかなというところもあるんですけど、だんだん難易度が上がって途中で挫折したりとかするんじゃないかなと思ってるんですけど、まあここがカオスの塔が150階まで行けるようになりましたってことですね。はい、では宝物と新クッキー見ていきますか。まず宝物ですね。エピックが2つとコモンが1つで、追加された宝物は魔法の金庫の磁力。ほーん、敵を倒したらコインがちょっともらえるよってやつね。まあ、コモンらしいって感じでね。また、コモンらしいというか、このね、クールタイムのコモンとかが多分強すぎるんだよね。はい、で、残りの2つのエピックは、1つは、これな、よくわかんないですね、説明見ても。55% 分の体力を5秒間回復される。11% ずつ回復してくるってことかな。レベルが上がってきてももっと上がるってことかな。これよくわかんないですね。これなんか、強いのかどうかなっていう感じがあるんですけど、見てるだけだと。こっちは結構強いのかなって。攻撃速度が 45% アップ、レベル1の状態で速度が 45% アップなので、トッピングとかのね 20% とか 25% とかだとそんなに効果ないんじゃないかっていう感じなんですけど、これはレベル1の段階で 45% あって、しかもこれって時間ではなくて攻撃速度の増加率が最も高いクッキー2種が常に攻撃速度が 45% 上がってるのかなってことを考えると、最近登場したペストリーとかあの辺が結構ね通常攻撃で複数にダメージを与えるっていうキャラクターなので、その辺と被せるともしかしたら結構強いんじゃないかなと思ってますが、ただ宝物のエピックって意外と当たらないんで、これ僕これザクロの木、これ結構前に実装されたと思うんですけど、これ当たったのも割と最近で、他のエピックも全然レベルが上がってかないぐらい、エピックは 1% かな、ガチャの確率が。だから意外とですね、全然出てこなくて、さらにその 1% の中から、1% じゃなかった。1個がピンポイントで当たる確率が 1% か。宝物自体は 7% ありましたね。これがでもね、当たる気しないんですよね。ちょっとやってみますか。だいたいね、こんな感じ。コモンレア。おっと、あ、新しいコモンか。まあ、これはね、出やすいでしょう。出やすいでしょうからね。欲深き魔法の金庫。コインか。戦闘で多分そんなにコイン集まる感じないし、あれを使うことはあんまないんじゃないかなと思いますけどね。では、そのまま、新クッキーですね。まずこちら。もともといろんなストーリーのところで出てましたが、こちら、ベルベットケーキ味クッキー。結構かっこいい見た目の感じですよね。片方がなんかこの悪魔の手みたいな風になってて、もう片方でノコギリの剣みたいなのを持ってて、ちょっとイケメン系な感じの悪魔とクッキーが混ざってしまったみたいな見た目のクッキーでございますね。これ見た目もかっこいいですし、このスキルを見るとなんか結構強そうなんですよ。気絶5秒。よくわかんないんですけど、まだ使ってないから、後ろにいる敵を捕まえて、味方陣営の前に引き出してダメージを与えて、よくわかんないんですけど、ピュアバニラとかそういう後ろにいる敵を前に持ってきて気絶させてみんなで叩こうみたいな、そういうことかな。多分これ強いから、結構多分これ強いからクールタイムが20秒と長めなんですけど、1回のダメージ量とか気絶5秒っていうのはアリーナを荒れさせそうな感じの雰囲気がするキャラクターですよね。こちらはですね、結構欲しいなーって感じですね。まあ、ガチャの方も何個かあってクリスタルも結構あるので、この後引いていこうかなと思いますけど。で、もう一個はこちら、レアのクッキー、デビル味クッキーですね。はい、可愛いクッキーが登場しましたね。こちらもともとオーブンブレイクの方でも、
おりましたが、こちらの方にもやってきたということで、デビラージクッキー、このエンジェルちゃんとね、なんかこういろいろとねゆかりのある感じ、多分関係がなんか追加されて、ああここね、天使と悪魔のささやき。デビラージクッキーはコーラ味がするらしい。エンジェル味クッキーにコウモリエキスと炭酸を加えて堕落させたところ、よくわからないんだけど、コウモリエキスって何という感じで、こちらのねベルベットケーキ味クッキーとこちらデビラージクッキーが新しく実装されましたよということですね。で3つ目、おそらく今回のアップデートの大目玉、こちらシュガーノーム研究所ですね。僕もそんなにこれまだいっぱいね進んでるわけではないので、まあ、完璧にはよく分かってないんですけど、多分このクッキーランキングでもやっていく上でいろいろな面で効率を上げてくれるようなことをしてくれる、おそらく建物というか施設ですね。今おそらく皆さんが挙げてるのはこちら、キャンディーの効率アップ、キャンディーから得られる経験値っていうのがまあ増加、まあ、キャンディー不足っていうのはもうずっとクッキーランキングダムがリリースしてから言われてることでございますので、これを結構みんな優先してやってる人は多いんじゃないでしょうか。まあ、その他にもスタミナゼリーの節約とか、これねダークモードのスタミナゼリー節約、これも僕結構ねいいと思うんですよね。何パーセント？あ、1個減少か、パーセントじゃないんだ。ダークモードはエピックの霊痕跡が3回挑戦できるんで、その3回のうち1回は絶対に霊痕跡が1個は手に入るので、僕は毎日ヴァンパイアとリコリス、そしてハーブかな、この3種類を絶対にね1個は取るようにしてるんですけど、やっぱスタミナがですね30弱いるんですよね。でももうほぼマックスの状態でやっと1キャラの霊痕跡が手に入るみたいな、それぐらいやっぱダークモードの霊痕跡集めようと思うと結構スタミナが必要になってくるので、こういった細かいところもね効率が上げていけれるってのはいいかなと思いますね。これはんシュガーノーム、ああそういうことね、レベルアップとかの建設とか、あこれ、あでもあれか、あそうか、じゃ王国とかもかな、建設速度を上げてくれるのかな。ちょっと来るのが遅かったかなという感じはありますけども、僕今レベル王国で12から13にしてというかしてる最中、あと1日と17時間でクッキーのキャッスルがレベル13になるんですけど、これがですね15日かかったのかな、約半月、建てた瞬間というか建設を始めた瞬間は長と思ったんですけど、もうあまりにも長すぎて存在をもう忘れがちみたいな感じになって、そんなに気にしなくて、今久々にこれ改めて何日かなって見てみたら、あと1日と17時間ということで、あとちょっとでねできそうな感じなので楽しみにしたいですね。やっぱクッキーキャッスルのレベル上げてクッキーハウスを建てられるのがやっぱ一番いいかな。キャンディーがねほんと足りないんですよね。まああとこのままレベルを上げていくと、レベルというかこれあれか、ここを5にしないと先に進めないのかな。前段階の研究達成ってのは 1?1 ではないか。マックスってこと？あれでも、あ、そうか。結構大変だな、進めるの、これ。でもこっちの王国の研究っていう方は、主に生産とか、そっち系のことかな？そっち系を効率を良くしてくれると。クッキーの研究っていうのは、あ、まあそうか。スタミナゼリーなんてのは霊痕跡とか結構ね、キャンディーとかトッピングとか関わってくるし、で、キャンディー、経験値のね。わこれやばいな。あクッキーの体力アップまでしてくれるんですね、ゆくゆくは。ああまたこれあれですね、ステータスの底上げができるというか、またアリーナの上位の人たちが頑張らなきゃいけなくなっちゃいますよね。 3%、まあ、数千かな変わってくるのかな。まあ僕はここまではまあね、そんな急いであげなきゃっていう感じではないと思うんですけど、やっぱりこのキャンディーと、まあ、ダークボードのゼリー、あとこの辺の生産物の効率アップってのはやっていきたいですね。生産品はもうずっと足りないですから、今も砂糖がもう不足してて、で最近というか、まあ、前回のアップデートか何かで願いの木でやたらこの鍛冶屋のものを要求されるようになって、でさらに今回のシュガーノームの研究所でも結構この鍛冶屋の素材ってのを使うんで、さらに砂糖も不足しがちで、これがですねなかなか全然追いついておりませんので、なんでずっとしばらく足りてなかったこちらゼリービーンズが最近なぜか足りてきますね。893
ヤクザになってますね、偶然にも。はい、というわけで今回の大きなアップデート内容ってのはこんな感じかな。特に新しいイベントが何か追加されたっていう感じでもないですし、新クッキー等っていう感じで、あとは微調整かな、修正とかで大きな感じはないんですけど、このやっぱりシュガーノーム研究所ってのがかなり存在的には大きいアップデートなのかなと思いますね。あとはまあ結構いろいろと修正が入ってるみたいですね。ハッシーとか、あ、これは、あー、なるほどね。生産の材料の変更とか、コインの変更。あ、そうそうそう。あとこれがすごいいいな、いいなというか、すごいいいアップデートだったのが、まあ、ちょっとした修正なんですけど、倉庫の経験値のキャンディーが扱いがフリーになって、倉庫の圧迫をかなり軽減してくれてました。このキャンディーをね、まあ、いつか、すごいこれ欲しいなと思ったクッキーが出た時に一気にその子を乾燥させてあげたいっていう気持ちからキャンディーを僕溜め込む癖があるんですけど、でもそうするとどん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 倉庫が圧迫してって、そのおかげでこちらの拡張をですねモリ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 しまくった過去がございますので、これは非常に嬉しいですね。そしてもう一つ嬉しいなと思ったのがこちらフレンドの、これは右下ちょっとも今すでに送っちゃってないんですけど、フレンドに一斉にこのギフトを送ることができるって言って、毎日こうやってパチ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 って一個一個やらなくて済んだのがいいアップデートだったかなと、個人的にはアップデートというか、まあこのアップデートによるちょっとした修正の中でこの2つがかなり良かったんじゃないかなと僕は思ってます。はい、というわけで今回は5月28日のアップデートの内容を軽くね見ていきましょうという内容でした。正直なところね、この勢い、なんとなくですよ、自分がこのギルドをやっててとか、そのまあ雰囲気っていうのから、なんとなく若干クッキーランキングダム飽きてきた、ちょっと他のゲームに行っちゃおっかなとかっていう人がなんとなく増えてきた気がするんで、このクッキーランのこのシュガーノーム研究所っていうので、まあ結構大きなねアップデートがあったということで、おなんか面白そうじゃんっていう感じでまた意欲が戻ってきたらいいなと思うんですけどね。なんとなくね、韓国の方はよくわかりませんけど、なんか日本の感じを見てるとですね、やっぱこのフレンドとか、最初から僕がもうやって初期の頃からやってたフレンドとかが全然やっぱログインをしてないっていう方がめちゃくちゃ増えてますので、やはりね時間が経ってしまうと、出た頃はやっぱり面白いのは当然なんですけど、新鮮味もあってね、だんだん慣れてきてそんなにやることとかがなくなってくると、まあやっぱりね他に新しいものが出たりとか誘惑があったりするとそちらに行ってしまって、やっていたね今までやっていたアプリをちょっとやらなくなってしまう、おろそかになってしまうっていうことは、まあ仕方ないことなんじゃないかなとは思うんですけど、なのでギルドの方もね結構このログインっていうのがだいぶな感じになってきてますので、まあ、こちらもまたね長期ログインがない方っていうのは整理して、まあ、またどこかでね募集とかもしていけたらいいなと思います。はい、ちょっと長くなってしまいましたが今回の動画はこれで終わりです。アップデート後のねクッキーランキングダム一緒にまた楽しんでいけたらいいなと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。